深夜3時間。本当？チョコキチさん、坪井ゆうすけさん、ダダダダムダさん、ありがとう。朝でしかないと思った。坪井ゆうすけさん、もじさん、ありがとう。おはようございます。焼けるね、これ絶対。顔、左半分だけ。おはよう。ハレルヤさん、ナオくんさん、Thank you。にゃん。今日は神楽だね。そうなんです。はよ、半分焼けた道も見た。ありがとう。んはよ、ミシェルボーイさん、 Thank you。でもカーテンいるかな、こんだけ明るいと。かぐら YouTube で見れます。サイサートさん、ありがとう。かぐら行く前に時間の余裕があるのね。うん、でもね、意外とない。アモズさん、バンジュラモンスターさん、ありがとう。うん、影ね。角。アモズさん、イマムンさん、ディディマサさん、ありがとうございます。ありがとう。ちょっとやらないといけないことがあるので、20分に終わります。結局昨日夜眠すぎて、途中まではやったんやけど、できなかった。途中までやったの。そうそう、まあ教授には終わる。はいよ。おはようございます。にゃーおーそうそうそう、やっとったよ。モモルンさん、オレリーさん、ありがとうございます。久しぶりにお話ししたいので、いつか喧嘩います。ええ、お待ちしてます。うん、大丈夫大丈夫、告知しますんで。はよ。
更新まだ続けてるの。ブログ今月何本か書いたっけ、うん、ももるんさんありがとう、デブニャンさんありがとう。でも言うて3個ぐらいか、3投稿ぐらい。早起きしちゃったからフレンチトーストにロイヤルミルクティーで言うかな。さやば、かっけ。2月入ったらブログ更新しなくなりそう。いやいやいや、今まで更新してたんですって。月に2回は絶対。でもそのギリギリだったから更新はするよ。キルスさんでサイズアートさんありがとう。未知の朝配信、未知の配信前に朝ごはん食べるの間に合わなかった。あれ、うん、旅行のところわからん。ブログ見てないから大丈夫。見てくださってる方に言いました。大月かみじものかじさん、デブニアさんありがとう。2月28日にギリギリ1回ブログ更新。違うって、2個はやってたんだって。毎月毎月いつも。それがあれだから、ノルマというか、やってくださいって言われてたやつだから。まだ 30% しか目覚めてないかな。いやでも結構目覚めてる。ベーコンエッグにフライドポテト、朝ごはんに食べてもらったいいね。うどんぶりでうどん、おおいいですね。秘密なんですけど、毎日ブログ更新されてないかと思ってチェック。ソラハちゃん、ソラハちゃん、牛の裏にもう1枚あったのね。これね、あの後ろに映らんようにあの重ねてるだけです。写ってるから。うん、誕生日があるけん、多分誕生日にはブログ更新するから、皆さんの予想は外れますね。うん、どういうこと？誕生日に更新すると思ってた。さすが。はよ。はよ。やっぱり15分に終わります。そう、デブニアさんありがとう。YouTube ライブでライブするの初めて。
眠たくない、全然。9時だからね、もう。配信もニオに頑張る。5時半から配信、5時半からカベロの配信スタートです。カベロ緊張してる？まだあんましてないかな。2時間ぐらい、1時間半ぐらいのあれですね、長さだと思う。2時間ぐらい、5時半から7時半ぐらいの長さ、 YouTube ライブで配信されます。日曜だからゆっくり見られる。よかった。はよ。会社行ってきますわ。いってらっしゃい。見る、Thank you。ノータンとソラちゃん、昼からインスタライブ。みんないろんな配信をするね。ありがとうございます。それでは壇上を読みます。13位マサさん、12位ライサンさん、11位ユキさん、10位アモズさん、9位ダダダダムドさん、8位ギルスさん、7位オレリーさん、6位セリアさん、5位マモルンさん、4位オフさん、3位ゾニゾニさん、2位キョンシーさん、そして1位はルルルルルルンちゃん、坪井ゆうすけさんでした。ありがとうございます。ありがとう。そして今日のラッキーナンバー22位はルル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 じゃじゃん、 N さん、ありがとうございます。1たす2は8、はい、ありがとうございました。それでは今日はカグラ、神楽がございますので、ぜひ見てください。夜配信もします。はい、ありがとうございます。それでは今日も一日、お仕事、学校、勉強、部活、バイト、頑張っていきましょう。今日も一日バイトラブ、せーの、エリエリオー、またねー、頑張ります。5時半ありがとうございました。